ラグビーワールドカップ2019日本代表は2019年に日本で開催されたラグビーワールドカップ2019のラグビー日本代表である。ラグビーワールドカップ2015イングランド大会で南アフリカに勝利するなど初めて一次リーグで3勝を挙げ躍進を遂げたブレイブブロッサムズだが大会後にエディ・ジョーンズヘッドコーチが退任。2016年1月 新ヘッドコーチにジェイミー・ジョセフを迎え、新体制が指導。2016年10月にチームスローガンをワンチームに決定した。アタックコーチにトニー・ブラウン、スクラムコーチに長谷川誠を招平。2019年8月29日に W 杯日本大会の登録メンバー31名が発表された。チームソングはビクトリーロード。 ロシア戦で整列する日本代表ホスト国として挑んだワールドカップでは予選プール開幕戦においてロシアと対戦。序盤、日本のプレーには硬さが見られハイパントの勝利ミスからロシアに先制トライを許したが松島高太郎の2トライで逆転に成功し12から7で前半を終える。後半もピーター・ラピース・ラブスカフニと松島のハットトリックとなる。 トライなどで突き放した日本が30の十で解消を収める。2戦目はランキング2位の強豪アイルランド戦は首相のリーチマイケルをリザーブに残しラブスカフニをゲーム首相とする陣容で挑んだ。前半にアイルランド2にトライを許したものの田村優の3本のペナルティゴールで9から12と接戦に持ち込むと後半に福岡賢治のトライにより逆転し19から12で勝利。 スクラムでアイルランドと互角以上に渡り合い、後半は無失点の剣手でアイルランドとの対戦において通算10戦目にして初勝利となった。3戦目のサモア戦はリー・イッチがスターターに復帰。前半はラファエレ・ティモシーのトライなどで16から9でリードして折り返した。後半は54分にラインアウトモールから姫の和樹のトライで一旦突き放したが、72分に サモアもトライを返し7点差となった。しかし日本は75分に福岡、試合終了間際に松島がそれぞれトライを決めサイドサモアを突き放し、合計4トライのボーナスポイント燃えて38から19で3連勝を飾った。この時点で A 組3位以内が確定し、次回2023年フランス大会の出場権を獲得。予選プール最終戦となる四戦目は、 前回大会で唯一敗れた強豪スコットランドと対戦。対戦前の勝ち点は日本14、スコットランド10であり、日本は勝利、または引き分けなら無条件で負けてもボーナスポイントの獲得状況によっては予選突破が決まる状況であった。試合序盤の6分にスコットランドに先制トライを許したが、日本は細かくパスをつなぎ17分に、 松島のトライと田村のキックで同点。25分には、フィールド中央で、ホリエ・ショータ、ジェームス・ムーア、ウィリアム・トゥポーが、連続で、オフロードパスをつなぎ、最後は、稲垣・ケ太がそのまま中央でトライを決めて逆転。39分にもラファエレの、キックパスを受けた福岡がトライを決め、前半を21から7とリードして終いる。後半開始早々42分に、 福岡のトライで28の7とリードを広げたが、スコットランドも49分、54分に立て続けにトライを奪い28から21と7点差に迫った。しかしその後日本は、スコットランドの猛攻をしのぎ28から21で勝利。勝ち点19の予選プール1位通過で史上初の決勝トーナメント進出を決めた。ティア2の国が、 予選プール全勝で1位となるのはワールドカップ史上初のことである。準々決勝は10月20日にプール B2 位の南アフリカと対戦。開始早々の4分に南アフリカが先制トライ。日本は20分に田村のペナルティキックで3点を返した。日本は30分頃まで早い連続パスをつないで優勢に立っていたが、その後は徐々に 南アフリカの反撃を受けて主勢に回るようになった。しかし、南アフリカの反則やミスもあり、前半はそのまま3から5と接戦で折り返した。後半に入っても、日本の劣勢が続き、南アフリカの3本ペナルティキックで徐々に差をつけられると、さらに66分と70分の日本のトライで突き放された。日本は後半は、得点を奪えず、 3から26で敗れてワールドカップ初のベスト8で大会を終えた。ワールドカップでの活躍を受け、ラグビー日本代表は空前のブームとなり、その年の流行語大賞にチームスローガンのワンチームが選ばれ、紅白歌合戦では多くの日本代表選手がゲストに呼ばれ、会場当着のまでビクトリーロードを合唱した。微光微光微光日本では日本対ロシア戦が、 平均18.3%、瞬間最高視聴率は25.5%を記録した。日本対アイルランド戦が平均22.5%、瞬間最高視聴率は28.9%を記録した。日本対サモア戦が平均32.8%、瞬間最高視聴率は46.1%を記録した。日本対スコットランド戦が 平均39.2%、瞬間最高視聴率は53.7%を記録した。これは前日に令和元年東日本台風が上陸したため在宅者が多かったとみられる。準々決勝の日本対南アフリカの平均視聴率が41.6%、瞬間最高視聴率は49.1%を記録した。 これは2019年の全番組で1位だった。ありがとうございます。